なかった。幼い頃なくした遠い日の記憶、不器用に回り続ける世界は私が消えても止まりはしない。今日会った人のほとんどは私のことは覚えていない。そうやって回り続ける記憶、幼い頃なくした遠い日の記憶、あの時の傷跡は残っているのに、冷たい風の中になくした記憶は今もさまよってる。走れば走るだけ遠くなる、あのゴール近づけなくて、一番最初に踏み出したあの一歩はもうぼかすかな残像。そうやって忘れ去られてく記憶、幼い頃なくした遠い日の記憶、あの時の傷跡は残る記憶は今もさまよってる。昨日見たあの朱色の夕日もいつか色褪せてモノクロになってく、永遠に戻れないこの瞬間、僕はさまよってる。幼い頃なくした遠い日の記憶。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組になっております。素敵な歌はもちろん、え、違う、今日のじゃないのよ、今日のじゃない、どういうこと、はい、もちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。はい、早速ですが私の自己紹介をしたいと思います。私はピアノ弾き語りシンガーソングライター今泉すりなと申します。ポッドクラブパルヘジアの MC は本日が最後になります。よろしくお願いいたします。最後、はい、では早速ですがゲストの紹介をしていきたいと思います。今日が初登場になります、ぽいちゃんです。よろしくお願いします。何回結構 MC もやられてるんですね。いや、MC は来年です。あ、そうなんですね。次回の MC。来年の MC。浜崎ゆりかちゃんです、はい。よろしくお願いします。はい、ということで、このメンバーでお送りしていきたいと思います。じゃあまずは自己紹介をしていただこうと思いますので、はい、じゃあほいちゃんからお願いします。はい、と顔の横がいいかな。そう、ここですか。そう、そういう感じ。と17歳シンガーソングライター FY でフォイと申します。今は高校2年生で、
今年の4月から活動を開始しました。とこれはツイッターです。で、味噌ラーメン。私味噌ラーメン大好きなんです。あの私の構成成分として見てください。127っていうのは誕生日が1月27です。で、あのっていうことはもう先に言っちゃっていい。じゃあもう超重大な、何回でも言いましょう、重大な、もうすごくちょっと今回のこの番組出させてもらってめちゃくちゃ嬉しいんですけど、多分もう10回言います。あの1月27、来年の2016年1月17日にあの初企画フォイバースデーライブ、フォイバースデーレコ初ライブをやります。四谷天窓さんで、素敵な出演者さんを後で告知しますか。これでも何回でも。じゃあもうちょっとこれですね。まずバースデー、レコ発ライブであるんですけども、あの18周回った私の地球という副題で。18になるんだよね。はい、なります。18周私計算してました。18で多分合ってるんだ。多分間違った。あの0歳があるんで、うん、でライブ詳細はこのようにな…ちょっと違った違ったこっちだ。詳細はあの高田のママ四谷天窓さんで、あの18時オープン、スタート18時半で、あの料金はこのようになっております。で、出演者さん、これですよ。ちょっと私、手大丈夫、うん、あのこのようになっております。すごく豪華なメンバーなので本当にぜひぜひいらしてください。で、あのスクショして大丈夫です。はい、で、この前売りチケットがあります。おもうこんな感じなので、あんなところにチケットがはい、あのはい、これです。ちょっと今日、ほかほか焼きたての今日持ってきたんでよかったら、あのなんかこんな絵にも表してるような、ちょっとなんか長方形じゃないんですけど、なんかこんな感じです。はい、はい、ではぜひぜひ、あの前売りチケット、前売りチケットを買ってくださった方には、あの特典を考えたので、あのツイッターにあの流してます。前売りチケットを買ってくださった方には特典がつきます。で、もうツイッターこれです。よかったらフォローしてください。ツイッターは味噌ラーメンだねツイッターは別に味噌ラーメンじゃなくてツイッターこれです。はい、ツイッターそっちじゃない、そっち、こっち、こっち、こっち、はい、こっち、あ、はい、よろしくお願いします。じゃあ、FI でホイでした。終わっちゃったかな。もうやり尽くしたからどうぞ。あ、じゃあもう私、いなくていいかな、帰ろうかな、福岡と東京拠点に活動しております、ギター弾き語りのシンガーソングライター浜崎恵梨香です。よろしくお願いします。あれ、猿に耳が入った感じで、え、うさぎですよ、これうさぎ猿猿じゃないうさぎです。はい、はい、入ってます。あの自己紹介代わりに1曲ずつお願いしようと思います。あのお好きな方からどうぞ。横向いてるんで、もうあのエリカちゃんから。あ、じゃあ、はい、ごめんなさい、あのマイクをどうぞ。マイクをどうぞ。じゃあこの間に本日の番組のテーマをお知らせしたいと思います。こちらツイッターとかで一緒にこのなんていうのつぶやいてもらうと、こちらでお話のテーマにいたしますので、よろしくお願いいたします。あなたのおすすめのイルミネーションはということで、私あんまりイルミネーション見に行ったりしないんですけれども、ぜひぜひ、はい、あの割と興味がなくて、うん、そうなんです。だからぜひ私にちょっと素敵なイルミネーションの場所を教えていただけたらなと思いますので、ぜひぜひどしどし、はい、お知らせください。なんだっけ、ガーデンプレイスがいいっつったら、はい、宮北からいいですって言われる。あのスイッチに行くときにしょっちゅう言うから、あれは宮北来ましたって言われて、ぐさって刺されたことがじゃあ、あのじゃあ恵比寿以外でよろしくお願いします
じゃあ準備ができたようなので、はい、浜崎さんよろしくお願いします。じゃあ、ぽいさん、準備をお願いします。ぽ、はい、いちゃんは、私がスカウトしてきたんですけど、17歳なんですって。17歳、私、何してました ?17 歳って。若い。私、あの、セブンティーンって雑誌が、あ、はいはい、やっと私の年になったのねって思ってた。わかります？やっと。
すごいくだらないことばっかしてた気がする。いやでも私その頃から曲作り始めたかも。17。すごい、はい、あそうなん、じゃあ同じ感じで。そうですね。そうなんですね。いやでもこんな始めたばっかりでこんなうまく弾けなかった。さっきリハでちょっと聞いたんですけど、うん、すごいな。ということで、じゃあもうちょっと時間返すので、高校生って何してた、はい、何回も言えない高校生もこの高校生で一人で舞台に立とうっていう度胸がまずすごいなって思う。あ、すごい、すごいですよね、うん、私高校生の時から路上ライブ始めたけど、なんか無理やりさせられて、無理やりだ。そう、無理やり。そう、でなんか一回だけ逃げ出したことあります。路上告知したのにブッチしたことあります。若気のあれ今日ブッチしてきたんだよね。そうそう、あ、いや、何がですか。今日ブッチしてきたんだよね、火曜日だから。え、いやいや、あ、すいません、あ、でも振り返り明日そういう困ること言わないでください、かわいそうだから。違う、今日はスケジュールの都合のため、はい。じゃあ、こいちゃん準備できたようなので、あ、ギターだけ一回もらって、入ってない、シールド、シールド、あ、ぽいちゃん緊張しております。シールド差し忘れました。かわいいです。では準備ができましたでしょうか。少し伸びてきた前髪が風に流された。一人くらいでちょうどいい風の中で揺れてる。どこかしこも同じに見えるビルばかり、すれ違う人たち全部同じ顔に見える。赤い花が起きて走ってるのが私、黒いローブ履いて走ってるのが私、誰か見つけ出したらこの道を進んで、あの角を曲がってもまだまだ私は迷路の中、君の背中を追いかけた、自分を置いてきた、明日の足音が聞こえてくる。早く私の名前を呼んで、迷子は呼び出してあげなくちゃ。どれ
く私の名前を呼んで、早く私の名前を呼んで、ここから抜け出せるまで。はい、ほいちゃんありがとうございました。じゃあ早速早速イルミネーションのおすすめの場所が来ております。熊本のイルミネーションは空港近くの最なんて読むのこれ、最春館、ちょっと私頭が悪くてちょっとこれなんて読むの、最春館え、わからないの公園の 前が有名らしくって、それが最春館かどうかわかんないんですけど、今熊本の調べたらすごい綺麗、全然映らないけど、ちょっとじゃあ熊本で調べてそうか、そう、こんな感じ、全部電球みたいですね、これね、綺麗、電球すごくないですか、これ全部電球なんですよ一番なんかあ、してるんですか、え、なんか帰ったら、なんか日に、1日帰るたびになんかイルミネーションが1本増えてるみたいな、今じゃあ、もう当日までお楽しみな感じなんですね、読売ランドぐらいにしてほしいマンション読売ランドすごいらしいですね。私行ったことないんですけど。学校が近いんですよね。あ、そうなんだ。カップルが今、ジャラジャラそう。います。そう、なんか友達と見に行ってもそれがつまんないんですよね。あっちもこっちも、なんかこんなんなって、楽しそうだねってなんかなって思って。実際も行ってない。2年間行ってない。高校入ってから行ってない。え、行きます？イルミネーションとか見に。私も行かないです。なんか、綺麗だなと思うけど、そこまでなんか電球だし結局電球に終わるし私唯一行ってみたいのがハウステンボスのイルミネーションがすごいらしくって、あの船に乗って船の下も全部イルミネーションなんですよ。なんていうの、川、川なんていうんですか、池、知ってます、説明できますあれでみんな知らないかもハウステンボスのがすごいらしいんですよ。ちょっとぜひ検索してほしいんですけど、なんか船に乗って船の下がイルミネーションがあって、はい、ちょっと興奮して喋りましたが誰も分かってもらえなかったけど、じゃあ持ち込み企画の方に行きたいと思います。ほぼほぼ変わらないんですけど、まあ、番組テーマと、もう12月も終わりに向かってますが、じゃあクリスマスの思い出をお聞かせ願いたいと思います。はい、パチ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 今日はなんかみんなローテーションですねいいと思います、私もその方が楽ちんだからということでなんかクリスマスの思い出とかあります？毎年家族と過ごしてて、なんかもう本当家でほのぼのみたいな感じで、あ、そうなん、特に、はい、じゃあ今年もその時期は帰る感じ？そうです、家でお母さんの手作りの料理とテレビ見ながらまったり過ごします。え、ご実家どこでしたっけ？福岡です。あ、そっか、ちょっと遠いですね。飛行機で帰ります。私チリもちょっとねもうちょっと弱いんですよ。もう仲間で、そう、だから私ちょっと近いもの感じるんですね。近いもの感じますね多分勝手な感想なんですけど、バカでちょっとコミュ障なんですよねだから喋るときね、喋るときやたら近いんですよ。でも可愛いからちょっと許せちゃうんだけど私ちょっと中学学年2位取ったことあります多分同じ感じちょっとね、本当におつむが弱くって、
英語のそういう弱いなのそう本当なんか私英語もなんでええちゃんと上から2位え上から2位かあ上から2位上にから2位おい裏切り者かそうだよね上から2位取れましたあそうなんですね、うん、あ全然仲間じゃなかったごめんねでもちょっと、うん、なんだ下から2位かと思ったそれだったら仲間だったんですけど残念でしたすごいびっくりだわ話題なくなりました。まだまだ。そうなんかあクリスマスのそう忘れクリスマスですか。クリスマスなんかどうでもいい感じになってる。クリスマスですか。でもクリスマスって冬休みですよね。あなんかその感覚ちょっとないけど。なんか別に特に。多分何もしてなかったです去年。クリスマスはまだ休みになってない、ね。いやもう休みです。今年も休みなんだ。なんかもう休みで、あの友達のリホちゃんっていうことを、あてか24イブはライブなんですよ。でクリスマスはリホちゃんと一緒にホールでケーキを買って二人でちょっと過ごすかっていう。いいな楽しそう。ホールでケーキを買って。ホールケーキを買って。ホールケーキを買った2人で食べてくっていう企画。ホールで。という感じですかね。こたつが欲しい。こたつレンタルするよ。こたつが欲しい。あのね、これで番組でお願いするとここに届くらしいですよ。私は来たことないんですけど、他の子は結構貸し付きとかここに届くらしい。マジですか。違う違う違う、あの自分でAmazon で欲しいものリストっていうのを作ってでそれをちょっと番組宛てに送ってじゃあうちが公開するとで自宅に届くわけですよあの住所と一切公開せずえそれはもうお母さんに殺されますねえなんでなんか今年が欲しいってなんか連発で言ってたのになんか場所がないからダメみたいなああじゃあそれそのままじゃあ、うちに持ってきてくれたらいいようちもこたつ欲しいから今結局ダメなんじゃんでも、こたつ欲しいでも今なんか足湯の電気バージョンが売っててあそれ湯じゃないじゃんだあ足湯電気でそう、足湯っぽいくなる遠赤外線でそう、売ってて1万円ぐらいですっすっごい買おうか悩んでるんですよ。なんかどう思います？いやいや、もっと安いやつで、うん、あのこたつがダメだからめっちゃ調べたんですよ。うん、足だけの、うん、なんかカーペットみたいなのあるんですよ。いやカーペットじゃなくて、カーペットをくるめたやつ。あ、こう突っ込むってこと？なんかカーペット裏返しにくるんでなんか春巻きみたいなした感じ。春巻き？足を春巻きにする。はい、そんな感じでなんかあるんですよ。なんか多分1万円内で。それ電気カーペットじゃなくて？いやカーペットはなんかこれじゃないですか、うん、ここしかあったかくないあのえもうそれ電気を通さない感じいや通しますうじゃあ動けないわけね足を入れるんです入れるだけでもう定位置で入れるだけいはい、うん、でもこたつも動けないからあでもこたつは全身じゃないこたつは逆じゃんこたつはいるものを全部手が届くところに置くのがこたつじゃんでもそれもこうやって全部ここに入れてそれがこたつでろ。でも冬の醍醐味ですよね、やっぱそれはね。だからこたつ置いちゃダメ。そう、うちもね、そうなんです。実家にいるときはもうみかん全部こう山盛りに箱に持ってきて、もうあのちゃんと皮も捨てるカゴを用意して、こうなって一日過ごしてました。今お正月。こたつあると廃人になりますね。廃人になりますね。廃人になっちゃう。ギターが弾けないっていうこたつが。ああ、素晴らしいですね。ピアノは弾けちゃうんですね、あのこたつの上に置いてえ、全然弾けるでしょ、きっとなんか、いつもなんかおばあちゃん家ではこたつあって、うん、こたつ入ってるんですけど、うん、こう寝っ転がるじゃないですか、うん、こう寝っ転がってギターをこう持って、うん、こう弾いてるみたいな私の友達にこれ触ってこれ、あ、寝っ転がって学校、一緒なんですけど、学校の時にベンチに横になってこうやって弾いてたことあるいやもう、それは思い出してるいや、だがこたつこたつだはい、失礼しましたそっか、クリスマスの思い出じゃなくてなんか今年の過ごし方の報告をしていただきましたかいやだから、あれ今年のサンタさんの見つけ方って話でしょどういうこと今年のサンタさん見つけたかった今年のサンタさんにお願いしてるわけでしょ、今あ、そうなんですか違うの
サンタさん来てくれます？まだ。違う、だからアマゾンの欲しいものリスト公開です。あ、そういうこと。人工的サンタ。ああ、人工的。人工的。そうすると自動的に宅急便でアマゾンから届くわけです。あ、なるほどね。らしいです。なんかお願いしといたら。お願い。ケースが欲しい。あ、堅実。あ、それちゃんと型番まで入れておかなきゃダメだ。あ、わかりました。じゃあ今日はじゃあ3人のアマゾンの欲しいものリストを公開するっていう、そういうミッションミッションアマゾンね、アマゾン今スーパーセールやってるらしいですね。そう、ブラックなんとかセールみたいなやつ。ブラックマンデー。ブラックマンデーセール、うん、買っちゃった、間違えて間違えて買っちゃった。夜中に見るとアウトね、あれ。あ、そう、酔っ払ってる時と夜中の時は絶対に見ちゃいけない、うん、布団入ってるのも絶対見ちゃいけない、うん、もうすっごい、もうやばい、ちょっと破産するんじゃないかって買い物した時期があって、ネットでポイちゃんでしょう。もうなんかちょっと中毒になりますね、あれね。あ、Q10 っていうアプリをずっとタイムセールと今日のセールとずっと見て、一日中、そう、やめます、もう今、セーブしてる。妹から注意されてる。うちの妹にも言ってるんです、こんな感じの。おばさんやめなっていつも言われる。そう、うちのね、妹のちょうど間なんですよ。ああ、じゃあこの流れでちょっと流れで宣伝しちゃう。宣伝していいですか？すっごい私事で申し訳ないんですけど、全然関係ないんですけど、うちの妹がね、今美女高校っていうのにまた参加しておりまして、ランキングが今回ついておりまして、なんかすげえ可愛いんだよ、ね、そう、うちの妹はちょっと似てなくて可愛いんですよ。すごい似てなくて可愛くて、ちょっと読者モデルとかもやってたりするので、ぜひぜひこれをのランキングに勝ち上がりますと。なんで連れてきてくれなかったの？なんでだろうね。いや、結構ね、表に出るのは嫌がるけど、写真はいいみたい。なんかよくその違いがよく分からない。あ、じゃあ写真だけでもこう持ってくれば、ブロマイ。写真、その美女高校の写真ならありますか？ああ、それでいい、それでいい。そう。ちょっと今出しますね。話してて。そうですか。iPad ででかくボンって出した方がいい。あ、これ触っていいですか？全然触っていい。寿司。そう、これなんか、金の寿司。え、じゃあ、ほいちゃんは、ほいちゃんは 何が欲しいわけ？きっと。こたつはダメなんだよ。お母さんが OK できるサイズのもので、何？物ですか？物、だって、アマゾンから物じゃなきゃ届かない。物ですか？物か。物じゃ、物じゃなくて何が欲しいの？強いて言えば、うん、やめとく。いや、お母さんにはもう現金くれって言ってる。それは物じゃない。いや、現金なんだ、現金しんだ。じゃ、金券でいいんじゃない？金、あ、金、金、金が欲しい。金が欲しい。純金でお願いします。サンタさんに。いいですよ、皆様ライブに来てください。違う、サンタさんにお願いしてるから。サンタさん家族連れで24のライブで来てる。どうする、サンタばっかりになっちゃう。ちゃんとみんな帽子かぶってきてくれる。もうハッピーでいいじゃないですか。いや、サンタ一人で十分だ。え、そうじゃなくて、そういう話じゃなくて、うん、ちょっとなんか私の頭の中ごちゃごちゃしてきました。え、見つかった、見つかりました。そう、あ、めっちゃ綺麗。これ、わしの妹。あ、かわいい。で、こちらに参加しておりまして、これを上位になると、うん、紙面の方に雑誌もあるんですけど、この美女高校っていう雑誌があって、うん、その紙面の方に載れることになるそうなので、うん、1日1回、1月7日まで投票を行ってますので、1日1回投票してあげてください。ただいま9位です。9位で、何位になればいいの？それはね、詳細送られてきてないからよくわかんない。お姉ちゃんよろしくお願いしますって来ただけ。え、送られてきたって話したわけじゃないの？そう、今一緒に住んでないから、LINE、そう、姉妹でグループ LINE をしてて、お姉ちゃんお願いしますって来ただけなので、詳細は全く知らないんですけど、とりあえずクリックしてと言われました。よろしくお願いします。
姉妹ともども応援よろしくお願いします。はい、すっごいそれました。寝袋、何の話してたっけ。寝袋がいいらしい。寝袋、でも最近寝袋買ったんですよ。マジ快適に。そうなの。そう、あのどっか遠征とか行くときに、なんかどっか泊めて、友達の家とか泊めてもらうのに、やっぱお布団もなかったりするじゃないですか、一人暮らしの子って。あのその子のね、布団に一緒に入るのは嫌がらない子もいるけど、大体の子が嫌なので。何だったっけ、忘れちゃった。買ったんですよ。でもね、あれ家でもこう着て寝るじゃないですか。着て上から布団かけて寝ると、布団だけだと剥いちゃうけど、寝袋だとどう頑張っても剥げないじゃないですか、こうしないと。おすすめで。家で寝袋使って寝てる。使ってる。布団の上に寝袋着て布団をかけて寝てる。動けなくないですか。逆に動けないのがいい。寝相が悪いの。寝相すごい悪いんですよ。あの気づいたら逆側向いてることとかしょっちゅうで。そうなんです。すごいそれました。すいません、私の話して。あれだね、全然乗ってこないね。ねえ、何の話なら乗ってくるの。何だろう。ほら、みんなまだこういつもの人は深いけど、今日浅いからさ、ちょっと私コミュ障だから、あんまりこうちゃんとこうキャッチできない二人はまだ。私もコミュ障なんだ。そう、ただただ私が好きですその時だから。じゃあさ、今の高校生ってさ、どういう遊びするの。今の高校生ですか。ディズニーじゃないですか。あ、でも私高校生してないんですよね、全く。まあそうだよね。じゃあそういう活動する前ってどう。活動する前は、あの高1の時全然活動してなくて、普通に高校生してたんですけど、うん、その頃ってどういう遊び。携帯いじって友達と遊んで。どういう遊びするの。もう食べる。食べる。あのネットにおすすめスポットを行くみたいな。でも大体なんか女子校なんで食べ放題が多いですね。みんな食べ放題行きたいみたいな。肉く食べたいみたいな。あ、高校生はまだ食べ放題に行けるんだ。え、行けないんですか。だって女子大生になったら逆、女子大生で食べ放題行く。全然行きますよ。行くんだ。今も行くんだ。それは今も行くからでしょ。今も行きます、全然。そうでしょ。でも最近食べれなくなってきました。元が取れなくなってきた。これはもうダメだ、ほいちゃんキュトンとしちゃったから。話知らないで。食べ放題、例えば好きな食べ物。味噌ラーメンです。いや、今夜それは今夜のハッシュタグだから。あ、味噌ラーメンのこう美味しい店をこう探してみんなで行くわけ。友達。いや、それは個人的に私が好きなんだけど。一人だけ。あの、もう一人好きな子がいて、結構一緒にどこまでも行ってます。ちなみに、今の時点でおすすめってどこ。と、駒込の、あの JR 山手線の駒込の、あの降りて南か東口のどっちかなんですけど、降りて出た後にすぐ右手に、なんか徒歩30メートルぐらいで右手にあのアイアイって店があるんですけど、アイアイ米沢ラーメンアイアイっていう店があるんですけど、めちゃくちゃ、あの味噌ラーメンじゃないんですよね。でも味噌つけ麺なんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。かれこれ多分もうライブとかで宣伝多分めちゃしてます、このラーメンの宣伝。そろそろなんか無料券とかもらっても良い感じ。いいですよね。なんか私のなんかライブに来たお客さんもなんかもう5人ぐらいそのラーメン屋さんに行ったみたいな。いや、盛りましたね。3人ぐらい。チーズもどんどん持っていこう。3人じゃ微妙かもね。そっか。ということで今日のハッシュタグが決まったらしいです。今夜は味噌ラーメンだをハッシュタグにつけて、あのツイートしていただきますと豪華プレゼントが当たります。あのこの流れで先に言っていいですか。豪華味噌ラーメンは当たんないんですけど、残念ながら。残念だな。私のちょっとカンペがどっか行きました。ちょっと待って。そのハッシュタグを今夜は味噌ラーメンだをハッシュタグにつけて応募していただきますと、なんと
パルヘジアステッカーと抽選で1名様に黒パルヘジアステッカーと今泉聖奈サイン入りポストカードとあとはトゥルーカラーズボリューム2の、特製ステッカーあと赤林美希さんの、FM の番組のステッカーとインチキマンションの CD あとはトゥルーカラーズのボリューム2の2016年の来年のカレンダーが当たりますのであとはいつもと同じです省略しましたはい、ぜひぜひ当たりますのでよかったらご応募くださいなんだっけあのね、まだいっぱい時間あるんですよ、この足いつもこの時間が怖くてあれ、コーナーをコーナーなんかどっか行きましたコーナー終えました終えちゃった感じはい何か得意なものがある絵を描くあ私ですかなんか絵は中学で描いてたんですけど高校入ってから全然描いてないですそういう本格的な絵中学の時はなんか結構コンクールとかやっていたんですけどなんか音楽やり始めてから全くかからなくなったあとは、うん、得意なんか音楽始めたきっかけとか聞いてはい今振ったちゃんと音楽始めたきっかけはなんか歌うのがめっちゃ好きだったんですよ前々からあの中学1年生ぐらいからでカラオケとかめっちゃ行っててで中学は中国にいたんですねへえで、はい、中国の現地校に通っててへえでなんか中3になってちょっと卒業間近になりなんか音楽をやりたいなって思って日本に来ないとできないなって思って日本にちょっとお母さんと格闘してでそれから高1はでもなんか遊んでばっかりで何もやってなくて高1の終わりにあのなんかオーディションを受けてあのソニーさんの中でオーディションを受けてだから受かってなんか周りの私と同い年の子たちがめちゃくちゃなんかすごくて本当にでそれからもう4月の活動開始に至りこれちょっとやらなきゃやべえな的な感じであれは1年かな、っていうわけでライブは、うん、いやいや半年ですねあのソニーのでもあれただもう受かりましたってだけで終わりなのあいやなんかザレッスンっていうそうですよねそれ今4期生募集しててもうすぐ締め切りです13締め切りだよ締め切りでそうあのソニーの人に宣伝してくださいって言われたんであ、そうなんだ13宣伝しないですあれ自分は2期生なんだっけあ私2期生です、うん、で、うん、そうですねあれって何1年間やるってわけではなくていや、なんか受かって授業があるんですよ、うん、なんか何レッスンみたいな何回かあって、それから終わってから あのなんかちょっと今はなんか新曲とか送ってあのコード変えてもらったりいろいろなんかフライヤー作ってくるいろいろ年齢制限あるんですか、うん、ないです気になりましたちょっと私でも応募できるのかなと思って確かなかったはずでもちょっとこんな若い子先輩になるのちょっと怖いかもいやだってねえいや尊敬してるから呼んでるんですけどありがとうございますねわかりますわかる複雑な感じ、うん、ちょっと切なくなりました私もあんな時期あったなってながらでも先輩すごいなみたいな先輩すごいこうなるからちょっと先輩とそれ会話にしてはい。エリカちゃんは始めたきっかけは何だったの？私は公立に落ちて、高校受験に落ちて、で滑り止めで通ってた高校がたまたまなんかギターの授業とか芸能コースだったから、そこで
ギターを初めて触って、まあ、楽しいと思ってなんとなくやり始めました。そうなんですね。だから法律受かってたらやってなかったと思います。あ、だからやらされたってそういうことだったんですね。まあ、なんかいや自分で一人でなんか歌うのとか好きだったけど、人前に出るのがすごいなんかもう恥ずかしくて、だからすごいね、すごい堂々としてて、なんかすごい、本当すごい、本当すごい。最初なんてもうやばかったです。本当ですか？うちらからしたら最初の方だからまだちょっとびっくりしてるからもうやばかったです。1年ぐらいは慣れないですよね、ライブとかって、うん、全然、今でも緊張するし、マジ毎回ゲロ吐きそうになってましたもん、楽で、うん、そうそうそう今でも緊張するときはすごいするけどちょっと思い出しちゃったはい、そんな感じでしょうか時間がまだまだたくさんありますよ。どうしましょう。え、芸能コースってどんな感じなんですか？なんか基本的なギターの授業とダンスの授業は絶対必須で、え、ダンス踊れるんだ。ダンス、いやいやいや、ちょっと待って、サボってました、めっちゃサボってた。なんか踊れないです。もう手と足全然バラバラに動かせない。普通の授業とかもある？あ、そう、普通の授業プラスそのギターダンスで、2年になったらボーカルか演技か選べるんですよ。どっちか選んでみたいな、うん、羨ましい環境ですね。もう学校がだるくてだるくて誰か見てたらどうするの先生が悲しくなっちゃうからまだ今普通校に行ってる？普通の高校です。普通にだるいです高校超楽しかったけどな。でもなんか音楽始めてから、うん、友達がどんどん少なくなってなんで気がして仕方がない遊ぶ時間がね、はい、それをライブに費やしてるから、なんか今日なんかこの日に遊ぼうって言われても、いや、ライブ入ってるから無理みたいな。逆になんか音楽の友達いっぱいいるから、まあそうですね、うん、あのこの前の高校生軍団みたいな、うんなんか、ね、今の高校生豊富なんですよ。みんな素晴らしい、すごかった。なんか、うん、本当に高校生って子が多い。大人っぽいってことですか？大人っぽいし、ギターも歌も上手いし、みたいな。なんかわかんないけど、私今まで年上のすごいお姉さんとしか対バンすることなかったのに、最近急になんか年下の子が増えて、そう、なんかすごい日々刺激を受けてますけど、ただただ悲しくなってきました。この子たちはこんなに上手いのに私何してんだろうってすごい卑屈だからはい、今日は盛り上がらない、どうすればいい私のトークの技量が足りない。いつもどんな感じなんですか？いつもどんな感じ？私が、いや、この番組、あ、この番組が、私の時はもういつもちゃんとこう、いつもすごく仲良くしてる人しか呼ばなかったから、普通にこういろんな話題があったんですけど、私基本的にすごく人見知りだから、いつもせっちゃんはただ眺めてるだけだ。勝手に喋ってくれて、勝手に喋って、勝手に喋ってくれるゲストが何人かいて、勝手にやって、わーそうだねそうだねって言ってるだけ。で、あの、ではみたいな、次に行きましょうかみたいな感じだったので、今日はみんな控えめでお送りしております。じゃあもうこのまま歌いっちゃって、後半でまた、なんか喋ります？うん、あれば。一曲ずつ多めに歌います？ちょっとテンション上げます。そんくらいの時間はよろしくお願いします。まあいいんじゃないですか、一曲ずつですじゃあ、ほいちゃんの歌でちょっとテンションを上げてもらいましょうか。私の歌ですか？はい、じゃあよろしくお願いしますじゃあ行ってきます。はい、いや、すごいでしょ。この前ね、ライブのこの前、もう1ヶ月ぐらい前なんですけど、ほとんど高校生のこの対バンで、まあ、私その中で一人でちょっとコスンってなってたんですけど、その高校生たちが話してる会話がもうなんか、なんだっけ、いや、来週テストなんだけどどうするみたいな感じのノリで、若いな、テストなんてあったな昔みたいな気持ちになって
なのにこうステージ立つと堂々としてて、あすごいなってなんか。どん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 なんかこうお母さんみたいな気持ちをして、あ頑張れ MC 失敗しても大丈夫みたいななんかこう失敗してすごい楽屋でかっこうんってなっちゃってる子がいて、そんなことない全然分かんなかったよみたいな感じで、だんだんお母さんみたいな気持ちになってきちゃって、いや私たちも頑張らなきゃダメですよ、私ですよ22歳そうだからね、まだ頑張りましょう、うん、ちょっと励まし合いましょう頑張る同い年としてそう同い年としてね、そうあ同い年なのか、そうです、そうなんです、結構私年上に見られるんですけど同い年なんですそう、あのここによく出るゆりえちゃんとも同い年ですので、うん、それは知ってるそうあのよろしくお願いします、まだちょっと若いですじゃあほいちゃんの曲に行きましょうか、よろしくお願いします。魚は7秒しか記憶がないんです、聞いてください、7秒魚。世界の中で反射で君が見えた、
ございました。もう一曲やります。次の曲はですね、私初めて出した3曲入りの CD が先月出したんですけど、次の1月27の企画ライブでセカンド CD を出します。で、多分この曲もなんか最近この曲めっちゃ歌ってるんですけど、セカンド CD 出したらこの曲を歌う回数も減るかなと思ってるので、今のうちにいっぱい歌ってとこうと思います。じゃあファーストデマ CD のタイトル曲、東京連呼という曲を聴いてください。君は僕が好きで愛してるなんて小文字だけで、でもごめん本当は例えばなんて嘘で、愛してるなんて言えもしなくて、
救いをかけるよ君のところは。ありがとうございました。東京ライブでした。テーマのイルミネーションのおすすめの場所をまた教えていただいているのでちょっとご紹介したいと思います。江ノ島のシーキャンドルって何ですかっていう場所、あれですかね、なんだっけ、水族館とかとかそういう感じですかね。お魚と一緒に見れたりするんですかね。お魚と一緒に見れる、お魚が見れる。ありましたね、そういうお魚と一緒に見れる。クラゲのやつ。クラゲはお魚。クラゲはお魚じゃないんですか。魚。魚。クラゲ魚。わかんない。魚。ちょっと気になる方調べてみてください。じゃあお願いします。Me.
つけば、タンポポという曲でした。そしてもう一曲、12月23日に、いろんな主要の、音楽配信サイト iTunes とかいろんなところで配信されます、ねえノアという曲を、歌いたいと思います。聴いてください。
ます。なんか喋った方がいいんですかね、うん、そう思いました思どうしよう、何喋りますかそっからか今日のお昼何食べましたか。今日のお昼合コンみたい合コンか高校生相手にそれも問題だよ、ちょっとそれどうぞ。きつねうどんのカップラーメン食べました。え、今日学校じゃなかった。あ、今日、昨日テストが終わって今日代休だった。代休だったって子多いね、そういえば。はい、代休です。11時に起きてきつねうどんのカップラーメン食べました。私何食べたっけ。いや、あのこの二人の会話聞いてるのも楽しい。カップラーメン。で、モカちゃん何食べた。私、ゆで卵。あ、それでゆで卵みたいな。違います。違います。失礼しました。失礼な。もうセッティングできてるから。なんか楽しそうだよね。なんかね、私いない方が良かったそんなことはないけどさ、多分私がいたからちょっと威圧感があるえ、ゆで卵は何もかけずに食べたの。塩塩塩卵しか言わないゆで卵、塩そういう感じなの今日はね。あ、楽しそうだね。何よりですね私はちょっとじゃああっちの方に行こうかな。あっちの方、あのお客さんとご一緒して、あいいですか、ほんまに。ああ、そういう感じね。そういう感じね。そういう感じで、じゃあ歌い終わったら行こうかな。あ、ちーちゃん。そうですね。じゃあ、あの、僭越ながら歌わせていただきたいと思います。会いたい人には会いたい時に会っておくべきだと思います。伝えたいことは伝えておける時に伝えておくべきだと思います。聞いてください。白い時計。過ぎたところを緑の看板曲がれば、あなたが好きだったあの場所。いつもなら歩いたこの道を、あなたに会える気がして今日も歩いてる。今日のこと会いたいよ。
二人で選んだ白い時計は今も変わらず動いてる。あなたの止まった時間は戻らないのに、あなたのこと、あたしのこと、話したいことがあるの。会いたいよ、思うほど会えないこと、思い知らされる。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでまだまだ時間がございます。あとね10分ぐらいはねフリートークができますけど、なんか喋りたいことありますか？あのカップ麺について、カップ麺について語りたいことございます？いや、あのこの3段階を踏んで、さっきもね、はい、あのハッシュタグを、はい、今夜は味噌ラーメンだって書いたら、はい、あの見てるお客さんが、はい、どこ何が入ってるのが好きだとか、うん、どこどこのが美味しいとかいろいろ書いてくれてる。あ、本当だ、ネギ入ってる。ネギ足した。あ、ネギ足した。あのネギが足されてます。ネギ足してる。ネギ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 、あんまよくわかんないな。え、緑、これです。頑張って拡大したんだけど、なんかなんとなくわかる。てかやばくないですか、この赤いの全部書いてるんですよ。ね、やばいよね。やばいですよね。味噌ラーメン以外にかけるの？え？何？無茶ぶりはやめてあげて。これ結構時間かかってましたから、書くの。結構時間かかってる。なんか、どうぞ。じゃあさ、あのケン、モカちゃんの似顔絵とか。あ、
なりそうな感じ。え、お互い書こうかじゃあ。ああ、どうしよう。本当絵心ないけど、ごめんね、先に謝ったくね。大丈夫です。え、私は入れてもらえなかったんですか。あ、じゃあ、あ、じゃあ、じゃあ、そこを書くってか。じゃあ私はこっち。あ、じゃあ2人書けばいい。はい、それぞれ2人ずつ書けば。あ、なるほどね。自分以外を。これ10分じゃ収まんなくないですか。大丈夫ですか。あ、じゃあ、だってさっきほぼほぼ告知終わってるし。あ、そっか。無言の時間が大丈夫。BGM 流れてるから大丈夫。見つめ合ってるけど。ああ、面白い。この見つめ合う感じが。いやまあ、二人楽しそうなんだけど。蚊帳の外。いや、ちゃんと仲間に入れてあげたじゃん、今。そう、仲間に入れてもらったんだけど、この中、二人が仲むつまじくやってるから。見つめ合っちゃうかな。そう。いいよ。いいよ。別にいいよ。一人だから1枚ずつだ。2枚書いてくれってことね。紙をいっぱいあるから。1枚に2人書かないでねってこと。そうなんですか。1枚に2人書こうとしちゃった。私も。いや、だいぶ、それでいいよ。で、そこに横にサイン入れて、誰々って書けば。誰々。あの、今日大量仕入れしたから大丈夫だね。こんな無言で大丈夫だった。放送事故じゃないですか。大丈夫、BGM 流れてる。じゃあ、 私の歌をお楽しみください。私の歌を。あ、やばい。もうこっから見始めて何が何だか聞こえない。二人とも垂れ目なんですね。え、マジですか。うん、垂れてる。垂れ目じゃない。垂れ目ですか。垂れ目。あ、嘘、違う。私特徴を捉え間違えた。釣り目ってよく言われます。いや、私釣り目に書きました。そう、ね、垂れてないよね。やばい。垂れてるの。私垂れ目じゃなくないですか。え、私釣り目じゃないですか。私こんな絶対に釣り目。じゃあちょっと鏡代わりにして。垂れてる。恥ずかしい、なんかそのアップされると。そんなにアップしてないまだ。まだ甘いですね。え、すり目じゃないですか。なんかそんなに長いこと映さないでください。恥ずかしくなっちゃうから。あ、やばい。どこ描いてるかいいじゃん。あ、できた。いや、できてないです。人には見せられない。いや、何のために書いたの。おい、ちょっと得意しちゃった。ちょっと人には見せられない。顔見せろってこと。あの顔って言われたの初めて。何個しか言わないんだ。この二人の特徴は単語しか言わない。多分平成生まれの特徴ですね。単語しか言わない。え、自分だって平成。いや、私平成だけど、なんかもう平成じゃないみたいなもんだ。なんかそう、自分から認めなくて。いや、私友達も年上が多いんで、なんかそういう感じなのかもしれない。納得されてしまった。年上が多いですね。そうですね。主にキャオさんとか、キャオさんなんですけど。結構仲良くしていただいてるので。なんか下手なっちゃった。私生活でもね、全然関係ないのに年上の友達多いんですよね。逆に同い年の友達が全然いないかも。ここに貴重な。そう、あのゆりえちゃんとか、あの貴重な友達です。同い年の貴重な友達。
私できたから見せていい、私そんなに絵心ないけど先にいい、ポイちゃんとエリカちゃん、なんで首しかがない、肩も抜けましたよ、撫で肩気味でしょ2人とも、いやめっちゃ撫で肩、リュックが収まらない、ちゃんと撫で肩にしておきました2人とも、でも特徴捉えてる、私ねすごい恥ずかしい話だけど漫画家目指してた時期あったんで、この絵でいやあの別にだって今ストーリー重視の漫画だっていっぱいあるし、そうですね、ヘタウマ系、じゃあヘタウマ系でちょっと絵も売り出していこうかなあ、だからそれ物販作る、物販これ買ってくれます、いやいや それをじゃなくてあ、絵を描いてね、絵をあの買い手がいるなら全然作りますけど、なんかキャラクター作ればいい、そう、せっちゃん、あーなるほどね、せっちゃんってキャラクター、私そんな可愛い感じで大丈夫ですか、アイドルみたいなことして、あ、オッケーオッケー、そういうちょっとじゃあ考えておきます、いや、そういうのを売ればもしあのお客さんのこう捉え方も徐々に変わるかもしれない、逆にキャラが可愛くて聞いてくれる人がいるかもしれないですね、わかりました、そんなに見つめないでちょっと待って、それ男じゃない大丈夫、あれそんな顔してたじゃあできたらこれお見せください、いマジで見せられないっす、いや何のためにかよ怒らないでね、怒らないでそれさやばいこれちょっとなんか T シャツとかにしたいっすねこれなんか輪郭一緒っぽくないその影なんだ、暗いのなんなんですか、間違えちゃった、なんか目が3本になっちゃった、なんか涙袋描きたかったけど変になっちゃった、なんかクマみたいになっちゃった、なんか描いとかないと分かんないかなと思ってやばい、やばいよね、ちょっと写真撮っていいですかちょっとだってこれプレゼントしちゃうんでしょしちゃうマジ自由大丈夫時間いっぱいやばいんですけど、じゃあどうぞアフちゃん、ちょっと人に見せられない見せて、今何のために時間取ったか分かんないからこれがエリカちゃん、ちょっとね、そっちがインパクトありすぎてこっちが普通に見えてくる、普通に見える確かに、だって大丈夫じゃん、うん、なんでえ、ダメ、いいのこんなあのリアルな感じで来ると思わなかったかなえ、大丈夫じゃん、あ、やめて、すごい、私のちゃんと歯でかく変えてくれた昔も略したの、昔も略した、特徴ここによく言われるんで大丈夫、ちょっと歯が歯がしか言ってない、ちょっと歯が歯並び、あれだね、正確に書いてあるそう、すごくないですか、びっくりした今ここがね、しかも私こっち側がね、ちょっと出っ張ってるんですよ、ちゃんとそこをね、影書いてあるすごい、それは知りませんたまたまかいや、面白い、これもらえばキャラクターで、いやいや、本人に言いなよあ、この紙がなくて、この紙はくれないんですか、今日紙を、だから、写メればいいじゃん、あ、写メればいい現物はもらえないの、OK ですじゃこれ仕上げといて、あと紙はちょっと無理ですねいやいや、もうこれでいいんだよ、これでいいんだよこれね、このゆるい感じがゆるい感じこの番組の特徴、ゆるい感じ、あとで写メらせてもらいますなんかてないかな、テンション上がって、やっと上がってきました、もう番組終わりますが、やっとやっとちょっと会話が弾んでまいりました、もうほぼほぼ終盤ですが、あと1分でエンディングに入りますが、じゃあ第2回を企画していただいて、今度はエリカちゃんの先に、あ、そうだ、エリカちゃんの会に呼べばいい、ぜひ来てください、リベンジでよろしく、リベンジするんだねあ、じゃあお絵描きコーナーにします、そうですね
てるけどもう来ることになってんだからこの時点で。え、はい、MC するんでまたゲストで来てください。来ますって言っちゃったから来ますすごい、なんかこの企画多いね。ぐるぐる回す企画いいじゃないですか。その次はじゃあほいちゃんが MC してそれはちょっと遠慮してきます。あ私もそう思うと、なんでかなってたなんかもう一個女子会みたいな会があって何回もずっとぐるぐるして私はずっとゲストで来てたんですけど、とうとう MC になって。だからほいちゃんの会は自分のちゃんと喋ってくれる友達をこう両脇に固める。私の MC 違う、私の会は、うん、MC やってください。何意味よ。いやだから喋ってくれる人を揃えとけば。あ、そう楽ちん。あのおしゃべりな友達連れてきたら大体こうやってくれるから。勝手に回るから。友達連れてきたらもう番組どころじゃないっていう、うん、そんな感じ。それでいい、それでいい、そんな感じ。それでいい。だって大体高校生ぐらいの感じでしょ。わかりました。音楽友達。もうこれ MC やらされちゃうよ、これ。じゃあこうぐるぐる回るの3回はあると。あれ決まったんだっけ ?13 月の第何週え第2週目。この番組内で決めるんですか。だってじゃあ時間あるから。え、1月ですか。1月、2月、3月の第2週目。え、3回もやるんですか。そう、3回3回だけ、3回、うん、火曜日ね。うん、第2回目、うん、MC やるんですか。ぽいちゃんがやるんです。私やんないですよ、もう終わりで。もうだってこれ今回で3回目で、10、11、12ってこれ3回目。ハートが強くなった。なかなかあのステージ立つのと違う、いろいろ勉強できるかもしれない。やってみよう。ちょっと考えてみよう。そうだね。そうだよね。お母さんと相談しないといけないしね。え、お母さんは別に大丈夫です。あ、大丈夫なの。あ、こたつさえ持っていかなければ大丈夫。うん。なんか中華だし大丈夫かな。中華だから。あ、中華だから。あ、そこそこ。じゃあちゃんとご飯食べさせて帰らされないと怒られちゃう。あのちゃんと用意しておいてください。私じゃあフォイちゃんの MC の時は絶対来ますから、ご飯食べれるから。いや私も行きたい。火鍋でよろしくお願いします。いや違う。とりあえず味噌ラーメン作んなきゃいけない。あ、そうか、味噌ラーメンか。ゆずりさんが来たらもう MC は譲ります。もう私もね、本当にもう大丈夫。もう心がね、私本当にできなくて、カンペ自分で用意してきてるんですよ。自分で用意してるんですか。そう、メールを全部コピーして、並び替えて。たのに、今週も持ってこないって。いや、先週と同じと思ったんですけどね。違いましたか。頭が違う。頭が変わっ、やっと変えてくれたのに、僕は感動したのに、古いの読まれたから、いやそんな変わってくるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしちゃいましたね。あ、そう、あの、あ、でも私も終わるからいいや。じゃあそんな感じ。あ、今日のファッションの特徴教えてくださいって。ファッションの特徴？ファッション。ファッション。こんにちは。宮崎から聞いています。ありがとうございます。その遠方から。今日のファッションは何ですか？ちなみにデニムですか？教えてください。デニムの子はね、いませんね。あ、これデニム？デニムですね。うん、あのクロスパッツの足が細い子しか履けないデニム履いてます、フォエちゃんは。クロスパッツっていうの？それはちょっと誤解です。いや、なかなかいないですよね。黒、ピッツその、うん、ニア子。なんか毎回ライブ履いてるよね。なんか学校以外、なんかゆるいズボンが欲しいんです、ですけど。ですけど、はい。買い物に行く時間がなくて。うちのライブ来ると隣が島村だから私絶対寄ってくるから、私絶対早く来ますもん。え、島村の中でディスられた。ディスられた。待って、誤解です。島村いいじゃないですか。島村ダメらしい、やっぱり。そっか、私島村 GU 愛好者なんだけど高校生には島村は。いやでも今日隣で電車乗ってる時にすごいローリーズファームアンチ組で、なんかローリーズファーム来てるんだ、なんかありえないみたいな感じで隣で、あ、私安いからよく買うんだけどなと思って隣で聞いてて、
最近の高校生はきっとお金持ってるんだなと思って。何、逆に何買うんですか？何のブランド買うの？え、なんかめっちゃいろいろなところ行って、うん、で、私古着屋さんめっちゃ好きなんですよ。で、古着屋さんを巡ってもうなんか1日でなんかショッピングする日が、うん、もしできたらもう1日でもう行きたいところ全部回って、で、そこから買いたいものが見つかったらまた戻ってくる。すごい体力勝負ですね。じゃあ本当に1日かかるんだ。うん、だから買い物できない、時間がなくて。そうなんだ。からまあ大体ライブ同じ服着てるからやばい。逆にそれでその格好で覚えてもらえるから、うんうん、で今日はちょっと帰ってきましたけど、うんうん、この前まだ暖かかったしね。あ、そうそうそう、めおい待って、ビキニバーしたぞ今。しまむらダメ。しまむらって楽器屋さんじゃなかったですか？え、あれは別の会社。しまむらって洋服屋さん知らない？あんなに有名だ。今プラッシーがさやってじゃん、湯沢屋みたいな。まあまあそんな感じ。生地屋さんだけど。プラッシーがさ、あったかいプラッシーって今 CM やと知らない？知らないです。そっか、今の高校生はしまむら行かないのか。しまむらって楽器屋さんですよね。楽器屋さん、しまむら、しまむら楽器っていうの別にあるで、カタカナでしまむらっていう、そういうちょっといろいろで、お手軽な、安い洋服を売ってる、うん、あー、うん、うん、今度一緒に連れてってあげるか、しまむら。そっか、なんかガーリーな服ですよね。ガーリー、あ、ガーリーね、ですかね。あ、でもこれ GU 使った。あ、そうなんだ。私も GU 行く。GU とユニクロの違いが意外とちょっとわからない、ね、同じ会社です。私結構 GU マニアだから結構いろいろ知ってるんだけど、なんでユニクロは行かないですか？ユニクロはちょっと高いですよ。 GU のが若いコンピューのファッションなんで、 GU のがちょっと安くて、あの最近の流行りを取り入れた洋服が多いんですよ。そうなんです。ユニクロはあのちょっと生地メインっていうか、ちょっと大人も着れるような。めっちゃユニクロは買うんですけど、 GU 全く行かない、うん、なんか昔はペラペラだったんですよ。最近ちょっと成長してるから行ってみてください。H&M と違うみたいな。全然違う。全然違う。H&M は外人さように作ってあるから、割と日本人の馴染みのないものがあったりするけど、 G はもう日本人の体型向けに作ってるから、なんか割と何着てもあの H&M の足りないみたいな。 G は日本の会社。ユニクロ。GU 行ってみます今度。うん、ぜひ行ってみて。行ってみます。あのジージの近くにあるから。ジージ、うん、ジージの近くにあるから。リハ終わったらちょっと覗きに行ってくる。じゃあ今度行ってみます。行ってみて、多分好きになると思う。私あそこバイト受けて落ちた。GU が好きすぎて働きたくて、すっごいもう熱弁したんですけど落ちましたね。私はこんなに GU が好きで。はい。いいね、なんか後半盛り上がったね。そうですね、もう終わりの時間のはずなんですけど。じゃあもうそろそろエンディングいきましょうか。ということで、じゃあ告知を。はい、じゃあ告知を、じゃあ今度はエリカちゃんから。はい、告知。ちょっと大事なの2つしていいですか？もちろん。今週なんですけど、これ、じゃあ、顔の横に、そうそう、はい、今週のあれ土曜日、池袋サニースポットで初のツーマンライブやりまーす。水？あ、池袋サニースポットっていうところで。ツーマンなの、ウィズなの？あ、バーサスじゃなくてウィズ。ウィズ、ウィズです。ウィズ、え、ウィズ、ウィズってサポートズハイの方がウィズは一緒にやるからいいんじゃない？いいんです。もうそれ入れないであげて。はい、次。そう、これ、あ、マタノショウコさんっていう福岡のシンガーソングライターの方と一緒にやります。東京でもやってる子？そう、同じ時期に上京してきて、今頑張って。ギターの子？ギター、うん、なんかハンドマイクでも歌うし、ギターでも歌うしっていう、めちゃくちゃ歌うまい方です。
で、この日が年内最後の東京ライブなんで、ぜひぜひお願いします、来てください。それ終わったら福岡帰っちゃう。そうです。で、帰ってからは福岡でも、福岡ではワンマンをやります。もし福岡の方がいらっしゃいましたら、福岡天神リフレックスっていう場所で、ワンマンライブ、はい、やります。で、その日にさっきも言ったねえノアっていう配信もされるんで、まあ、それを記念してワンマンライブみたいな感じでやるんで、23日付で配信されるです。23日の12時から夜0時から0時回ってから、はい、から配信されるんで、いや、めちゃくちゃめちゃくちゃいい音源になりました。ぜひ聴いてください。あとのライブはこんな感じで。占いと読めない。そう。いや、でも、そこそこ大丈夫っつってる。なんか詳しくは公式ホームページありますんで、浜崎えりか .com で検索してもらえたら出ます。ぜひライブにも遊びに来てください。すっげえ福岡多いね。そうなんです。そう。後半もずっと福岡帰っちゃうから。あ、そうかさ、もうそれ終わったらほぼほぼ行っちゃうか、福岡帰っちゃう感じなんだ。そうです、福岡で年越しします。そうなんです。で、年始めは、あ、そうだ、チャイナスクエアさんでやりますよ。すいません。忘れてた。いや、違います。いや、覚えてはいたけど12月しか帰ってない。そうそうそう、ちゃんと覚えてますよ。1月初めは1月11日ここチャイナスクエアさんでやるんで、ぜひ遊びに来てください。はい、以上。あれ、チケット持ってたっけ？まだです。あ、言ってください。渡します。はい、はい、で、来年からは、来年からはクラブパルヘジアの MC させていただきます。1月2月3月の第1週目に、はい、第1週目ってことはリバセソング、書き下ろします。やった。書き下ろします。バースデーソングオリジナルができちゃうね。ハッピーバースデーソングとウェディングのソング2つ揃えとくと、はい、どこ行ってもこうやらせてもらえます。あ、なるほど。そうそう、結婚式の時もお友達の時とか。あ、いいですね。そうそうそう、じゃあ1曲お願いします。私も書き下ろします。ね。まあ、じゃあバースデーソング楽しみです。はい。で、あとはじゃあまた企画を、あ、もうお絵描きって決まったんだっけ？もうお絵描きにします。そうだね。わかりました。じゃあ毎回だからお絵描きのテーマちゃんと追ってきて。はい。毎回いいんだよ。残り全員描くみたいなと。ああ。似顔絵と。似顔絵となんかもう一つですよね、せっかく。そうですね。なんか考えよう。もう一つのテーマ変えて、毎回。うんうん。ここで企画会。企画会。めちゃくちゃあと13分あるから、それ。あ、結構ある。なるほど。以上、大丈夫？はい、大丈夫です。いや、振ってね、MC。いや、もうなんか回してくれてるから。はい、帰っちゃう。もう一回、はい、何度でも、大事なことは何度。まだ10回言ってないよ。まだ3回ぐらいしかやってない。あと7回言います。まず1月ことじゃあ来年の1月27にバースデーレク初ライブを決定しました。で、初企画ない。でもさ、18回しか地球回ってないの、どういうこと？太陽の周りを回って。18周回った私の地球。立っていいですか？どうぞ。まずですね、これが1月27日にやるんですけど、フォイバースデー企画、フォイバースデーレコ初ライブをやります。で、副題が18周回った私の地球という副題です。18周回った私、私18歳になるんですよ。それはわかる。で、まあ、私の地球は18周回ったかな的なフィーリング。太陽の周りを18周。あ、太陽、そうだよね、地球じゃないよね、だから地球回ってる数は、まあ、1日1回回るから大変な数、そうだよね、そうだよね、地球じゃなくて太陽だよね、だから、まあ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 、地球が回ってるんだからいいんだ。
あ、地球が回ってるんですよ、はいはい、私の地球が太陽の周りを回りました。すっげー省略されてる。分かった分かった。それで、でも地球って1日に1回回ってるんですか。え、回ってるよ。それで24時間だからね。そっから始まるの。ちょっと待って、ちょっと待って、自転してる、自転。まあいいです。それは学校の先生に聞いた方がちゃんと教えてくれる。とりあえず、うん、これはもういいんで。とりあえず置いといて、置いといて。1月27に。で、その丸は重要なのね。うん。あ、これですか。これですか。これ。え？違う、地球丸。あ、この点じゃない。あの句点は重要です。重要なのね。重要です。なんかあった方がおしゃれだから。うん、で、丸があるけど、その後の夜はないわけね。いや、ですからこれはもういいです。これはいいので、はい、あの、1月27日にバースデーレコ初ライブをやります。で、詳細はですね。はい、詳細は、これです。クレイスが、あの、高田馬場四谷天窓さんの、あの、3階の四谷天窓さんでやります。高田馬場にありますよ。で、オープンが18時で、スタートが6時半。プライスがこのようになってありますね。このように。はい。で、あの、学割作りました。おー。はい。で、あの、アーティストさんはもう豪華な、もうこういうメンツになっております。え、だから、え、鳥なんでしょ？ちょっとそれ、今触れないで。あ、言っちゃいけない、これ。いや、あの、このメンツちょっとすっごい豪華なんで、私、鳥にできるよう頑張ります。ああ、じゃあ今、殴り合いで決める感じなのね。いや、私が鳥は鳥なんですけど。いや、別に言えないなら言わなくていい。いや、鳥なんですけど。言えないことは言わなくていい。いや、もういいですよ、もう鳥です。バースデーだけど鳥だよねって聞いただけで、はい、バースデーの自分の企画だから。鳥です。そうだよね。鳥、はい、で、私、ゆきあきらさん、山岸さん、私の願い事さんっていう3人グループの、あの、めちゃくちゃ素敵な、なんかバンドじゃないんですけど、アコースティックグループと、ゆりかさんと、りほさんの6人の編成になっております。で、それでですね、前売りチケット作りました。うん、あの、この図これを切り抜いて、そういう違う。そうじゃない。そうじゃない。そうじゃない。あの、今喋って、あ、今スクショして、プリントアウトして、切り抜いて。それでは入れません。あ、ダメ。じゃあダメ。ダメダメダメ。で、このようにちょっと図が分かりやすいように、分かりやすいように書いただけなんで。こういうチケットね、うん、いや、ちょっと待って、こっち使った方がいいんですか。こういうチケットです。これ本物ね。はい、これ本物です。これ偽物です。偽物はい。このチケット作りました。はい。で、2000円で、あの、前売りの価格と一緒に売っております。どこで買える？あの、私のところで買います。私のところで。あの、各1月27までの各ライブ会場と、あの、路上にも多分持ってくるんで、あの、ぜひぜひ買って。なんか、あの、キャストの時も路上、あの、買いたいっていう人はその近く、あ、そうなんですよ。あの、路上もなんかライブに来れない。ちなみにライブがですね、近頃のライブがこのようになってるんですけども、うん、その間、このライブに来れないっていう人は、あの、なんかツイッターでどこどこで路上やってほしいみたいな言ってくれればそこまで。で、その時は、あの、行った出前料って取るわけだよね。だから、え、取りませんよ。あ、無料なの。なんと無料。なんと無料で、良心的なので出前してくれるわけね。はい、良心的にちょっと商売をやってる。商売やってるんですよ。商売じゃないんですよ。あの、なので、行ってくれればできるだけ。でも、来てもらったんだから、来てもらった時はチケット5枚から。だから良心的。良心的。え、じゃあ1枚から買えるわけ。はい。おー、すごい。なんと、呼び出しといてチケット1枚だけでいいわけね。
はい、じゃあ、1枚だけど、仲間を他4、5人連れてこなきゃいけない。まあ、そっちの方が嬉しいですけど、あ、まあ、別に、いや、まあ、でも呼んできた。じゃあ、呼び出すときは、仲間は4、5人をちゃんと連れて、いや、別に1人でもいいですよ。うん、まあ、連れてきたら、いいなって気がする。じゃあ、連れてこれなかったときは、友達の分つって、あと4枚か。いや、だから、良心的。良心的。で、あの、このようになっておりますので、あの、ちなみにイブライブやります。イブよかったら来てください。あの、私寂しいので。で、プレゼント持ってなくてもいいから。あの、ほら、会場にこたつ持ってこられるとめんどくさいから。あ、それはやばいっすね。持って帰れないし、うん、だからラッシュに置いてきますよ。ちょっと近々アマゾンの欲しいものリスト公開して、ツイッターでこう流す感じ。そうそう、もう自宅にこたつが10台くらい。いらん。こたつ10台。こたつ送られちゃうよね、そしたらね。で、こたつはちょっと遠慮しておく。こたつは、うん。欲しいけど。うん、欲しいけど。で、なんか足入れるいいのがあるっすよね。そうですね、あれめっちゃおすすめ。じゃあ、あれをじゃあこう。あの、こたつを買えない人たちはあれを買った方がいいと思います。いや、マジで、うん、あの、アマゾンちょっといいですね。ね、欲しいものリストじゃ公開するとって3人ともね、近々そうするとサンタさんが届けてくれるか。まあ、こたつはどうでもよく、うん、で、今年のクリスマスはそういうハッピーな感じ、はい、で、あと、もうこの間はちょっと北京にちょっくら帰ってから、1月はあの企画ライブがあるので、ライブが少なくて、今1本だけ今決まってるのが1月20のジージーさんでやります。で、チケット取り置き、DM… あ、じゃあ北京に行って、あの、天安門広場でやってスタチャット来てやってくる。それ捕まりますよ。あ、捕まるのね、やっぱり。やっちゃいけないの、ね、え、多分ダメなんじゃないですかね。多分捕まるね、間違いない。あそこはやめた方がいい、とりあえず。うん、いや、やりませんよ、うん、じゃあ、どこどこの公園でっつったら来てくる。うん、うんうん、ああ、じゃあ、僕らしくはダイレクトメッセージって。めんどくせえな、ごめんね。はい、どうぞ。あ、うん、うん、うん、終わった。チケット DM でお待ちしてます。DM でね。あ、でもう一個言っていいですか。どうぞ。あの、前売りのチケットなんですけど、これ書いてないや。前売りのチケットを購入した方にはこのように、ちょっとまず。1個しかまだ、なんか2個考えてるんですけど、もう1個の方がまだあの未確定なので、クエストに、じゃあ読んでみようか。読んでみようか。自分で俺ちっちゃくて読めねえっつってるのに。私ですね、はい、あのそして点そして手売り、あ、そっからね、はい、手売りチケットをゲットしたい方にはリクエストに応じてショートソングを作ります。あの、もし CD を買う場合、CD の中に入れることも可能です。あの、どういうことかというと、あの、私レコ発するじゃないですか。そのレコ発、あ、違う、そこからじゃなくて、あの、手売りチケットを買った方にはリクエスト、なんかお題とかテーマとかを、例えばなんか朝寝坊とか味噌ラーメンみたいなのをもらったら、そのショートソング1分ほどのソングを作って送ります。で、その、え、それぞれに、はい、手売りチケットを買った方 で、え、それそのショートソング欲しさに100枚とか買う人いるんじゃないの。え、1人1曲ですね、それ。1人1曲あの、毎買ってもいい。じゃあ、お父さんの分、お母さんの分、妹の分、チケットいっぱい買って、じゃあ、それは大丈夫です。それは大丈夫、うん、で、あの、もし CD を買う場合、私のレコ発した CD を買う場合、その中に入れることも可能です。あの、元から3曲入ってる CD で、その中に、
入れます。あ、そこに入れて、でそれを売ってくれるってこと。はい、あの特別な、あの誰のこの CD は誰のっていうのを期待しとくので。大変大変だね。まあまあまあ、で、あの、あ、その大人の方だけ前売りチケットがあって、学生さんないんですよ、作ってなくて。だからこのリクエスト、この何特典みたいのは、学生さんの場合1月10日までに取り置き、私に DM とかで取り置きなさった方にはこの特典をお付けします。ああ、取り置きでも学生さん大丈夫。はい、学生さんちょっと前売り作ってないのでチケットを。ではでは、ということです。1月27日企画ライブで、あ、来てください。10回言った。大丈夫、10回。来てください、来てください、来てください。大丈夫です。大丈夫、はい、大変だったね、はい、ごめんね、変な。もうテレビを見てる気分になりました。はい、時間になりました、はい、あの私の初めて押しました。あの私はさらっと行きます。はい、ライブ12月の分だけですが、明日9日北参道ストロベカフェ、この曲もあの若い子、私の好きな子を連れてきてもらってますので、ぜひぜひ来てください。あとはその後が3ヶ月ぶりぐらいにモカで、おイケメンとやるやつ、はい、イケメンとやってます。代々木ザーザーズーで行いますので、ぜひぜひお越しください。またしばらくやらないと思いますので、モカ聞きたい人はぜひここに来てください、あとは今年最後のライブ12月29日、ここでチャイナスケアで行いますので、ぜひぜひお越しください。ということで、私の告知はささっといきます。はい、続けて、今日ハッシュタグをつけてくださった方にプレゼントすると言ったと思うのですが、その抽選を行いたいと思います。じゃあ初登場のこえちゃんに抽選してもらいましょうかね。箱まだ喋ってないで箱用意しててよ。高校生だからってそんな夢中にならないで話に。はい、じゃあほえちゃんに抽選していただきましょう。はい、箱僕が持つんじゃない。何枚ですか。1枚。箱壊した。まあまあ壊りやすい。どれだ。はい、はい、おお。こっち向けて広げて。スレイヤーさん、スレイヤーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。常連さんですか、スレイヤーさんは。あ、じゃ あ, あの、取りに来てくださいとのことで。いやいやいや、取りに来れるかしら。あ、そうなんだ。じゃあ、常連さんみたいなので多分、もろもろ分かってると思いますので、はい、こちらからお送りいたします。ということで、今日番組に参加してくださった方を紹介していきたいと思います。あの手作業でやってるんで漏れちゃってたらごめんなさい。らしいです。あらかじめ。はい。今から出します。大丈夫です。はい。パームさん、ありがとうございました。あ、後ろにいたのね。かわいい笑顔ね。はい。どうぞ、どうぞ、どうぞ。ピンポさん、ありがとうございました。東京ラブさん、ありがとうございました。私もラブです。ありがとうございます。モモさん、ありがとうございました。カツさん、ありがとうございました。カツさん。うまきちさん、ありがとうございました。うまきさん、うまきちさん、マンタさん、ありがとうございます。マンダムさん、ありがとうございました。ゆきさん、ありがとうございました。バリパパさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございました。ヒロさん、2人いる。おお、なんて読む。松田真一さん、ありがとうございました。カゼニンさん、ありがとうございました。スジパンさん、ありがとうございました。ジンさん、ありがとうございました。パルヘジアさん、ありがとうございました。これ、なんて読むの。タクヤさん、ありがとうございました。マーボーさん、ありがとうございました。浜崎えりかさん、ありがとうございました。今泉聖奈さん、ありがとうございました。ほいさん、ありがとうございました。ということで、本日もクラブパルヘジア長々とやってまいりましたが、無事に終えることができました。普通に2時間。はい、私初めて押しました。はい、僕が悪いです。で、どこまでやったっけ。あの番組告知。あ、そうですね、番組をご覧いただいた、違う、これじゃない。クラブパルヘジア、毎週火曜日夜8時から、西武新宿線伊予木駅南口とすぐの中華屋さんチャイナスクエアにて配信をしております。無料観覧でワントリンクは500円になっております。火曜日の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンのご覧の方は
こちら、いいねボタンやツイッターボタンを押してください。こちら、チャンネル登録もお願いいたします。はい、何か視聴者ともういっぱい喋ったから大丈夫ですね。今日はありがとうございました。ありがとうございます。来週のゲストの紹介です。来週は、あ、やばい、これメモってない、誰だっけ。そこ書いてある。それ、あの、横になってる紙に書いて、横になってる紙、横長の紙、横長の紙、ちょっと、あ、ね、予想外のことが起きるとパニクっちゃうから、印刷されてる、これか、あ、そうそう、これこれ、あ、来週のゲストは、MC が風見静香さんで、ゲスト、心さん、エイミーさん、エミーさん、ゆうかさん、そう、みんな初めましての方ですが、3人で楽しそうな放送になってますので、ぜひぜひご覧ください。では最後に、いつものPポーズで終わりにしたいと思います。Pポーズ教えてあげて。右手が棒、左手が丸にすると P になるので、これを私が、こっちのカメラに向けて、今週もありがとうございました、来週もって言ったら、クラブパルヘジアってみんなで言ってください。はい。はい、そしたら、いきます。今週もありがとうございました、来週もクラブパルヘジア。どれがいい？はい、記憶がいい。ありがとうございました。Smile